機械島、機械島は、奄美群島の北東部に位置する島。鹿児島県大島郡に属し、全島が機械町に属している。奄美大島にほど近い、統計130度線上に位置している。100の大、アデン集落、トンビサキ海岸、荒木海岸などが、奄美群島国立公園に指定されている。 流気生産故障の島で全頭ほとんどが産後を起源とする石灰岩でできている。約12万年前に島として現れたとみられ、現在も年間約ミリメートル流気を続けている。低い丘陵地が多く、砂糖キビ畑などの開発が進んでいるため、手付け数の山林が少なく、天見大島などと比べて固有の動植物が少ない。ハブは生息していない。 古代では、太財府と密接に繋がっていたことが文献上記録されている。日本記略朝徳4年、998年の記述として、太財府が機械島に対して暴れ回っている南蛮人を捕らえるように命じている。ここで記述されている南蛮人とは、西に位置する奄美大島の島民を指しているものと考えられ、正雨期徳3年。 997年の記述から判断されている。また、長徳5年、999年に、太宰府が朝廷に対して南蛮人を追悼したと報告していることからも、機械島にはそれだけの機関や勢力が存在していたと考えられている。なお、奄美群島の中心部から離れた機械島に拠点が設けられたのは、島にハブが生息していないことが、 理由の一つではないかと見られている。旧世紀から十五世紀にわたる、白被災石群からも、白石や、徳之島カムイヤキドなど、当該の遺物が多く、南西諸島の中でも独自性が強いとされる。最近の調査では十二世紀の製鉄路跡も多数、発見された。中世以来、琉球王国や薩摩藩など、周辺の大勢力の支配を受けてきた。 マシューペリーが日本に到来した際に、機械島をクレオパトラアイランドと名付けたとして、地元の観光業などが PR していたが、2000年に文献が再検討された結果、機械島はバンガローアイランドと名付けられていたことが判明した。クレオパトラアイランドは、豊島村の横あたり島、上の根島ではないかとされる。古代から中世にかけて、 流景地として存在した機械ヶ島をこの島に否定する説が古くから唱えられているが、機械島は火山島でないため逸話との祖語があることから洋島とする説も有力視されてり結論は出ていない。島内には平家物語において機械ヶ島に流された逸話で知られている春閣の像が建てられている。うん、機械島の方言は国際シルでは 琉球語の中の機械刀方言とひとまとめにされて、KZG というコードが与えられているが、現地調査に基づけば、音韻的特徴から北部機械刀方言、小野津、指導家などは、奄美大島方言、徳之島方言と並ぶ北奄美方言に属すが、南部機械刀方言、湾、阿デ上加鉄などは、沖野選ぶ刀方言。 世論東方言と並ぶ沖の選ぶ世論沖縄北部、諸方ことに属しとる説が有力である。北部機械東方言には、中舌母音2種があり、母音は7種、i, u, e, o, a であるが、南部機械東方言では5種、i, u, e, o, a である。本土の単母音の e はに、単母音の o は u に対応し、e, o, は、それぞれ ai、 au, アエなど、母音の連続、連母音から変化した例が多い。また、北部機械東方言では、波行のシーンが、p、パ行音、または、波行音と対応する例が多いが、南部機械東方言では、波行音である、例、派えは、北部で、ペ、南部でヒ、ヒ北部機械東方言では、つ、つの音が、つ、つである例が多いが、南部機械東方言では、つ、 2、る、du と対応する例が多く、木の音が、南部機械東方言では、ティシーと対応する例が多いが、北部機械東方言では木、木である、例、傷は、北部で、傷、キットず、南部で、地図など。これらの各音韻の違いの境界線は一致しておらず、アクセントの違いを含め、島内各集落間で、グラデーションのように徐々に異なっている。 可能とが、葉、ヘクタール、または、外なる霊は、全頭を共通している、霊、金は、北部で跳ねい、南部で葉に。台風の被害を避けるため、サンゴ礁の石を使った石垣が、民家の周りに作られた。また、赤鉄の木も防風林として集落に植えられた。水源に乏しい土地のため、横穴式斜面井戸が掘られ、ウリガー、ウリハー、 フリカワと呼ばれた。近年は農業に利用するための地下ダムが多く作られている。水位を肉眼で見ることができる国内唯一の地下ダムもある。第二次世界大戦時に戦闘機を格納するための延滞号が数多く作られた。湾集落には現在も残されている。ソレ信仰、自然崇拝が主で、女司祭の炉による祭礼が行われていた。 民間では巫女であるユタに霊的に隠し問題の解決、判断を依頼していた。双方に関しては、琉球王国とも共通する風葬の風習が中世から20世紀まではあった。1966年に仮装場ができてからはすべて仮装に変わっている。崖下に、萌や、萌やと呼ばれる横穴墓を掘り、そこに遺体を安置する。 19世紀末から20世紀初頭も、朱里など、沖縄本島からの分解入は盛んで、泡盛の製法、赤土を使った陶器の釜などの技術が移入されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。